台二交通班とご覧のスポンサーの提供でお送りします。石井のビーフミートボール新発売。石井のお弁当ミートボール。こんにちは、メモル。赤いお屋根のキノコのお家へようこそ。バーバラもお客様は大歓迎よ。私のいつも一緒にいたいな、メモル。あなたも遊びに来てね、メモルの小さなお家。ファイナルステージ。マミちゃん、早く来て。お願い。お、来た。社長。ああ、なんなん。あの客の数出ましたよ。お偉いさんたちは？もう特別室に行ってるわ。その数字聞かせてやりたかったさ。うん？嘘。本当にこんな入ってんのか？すごいでしょ。5万人ぐらい？10万。飛んで1647人。信じられん。1年前は全くの素人だった一人の女の子が、あれほど歌うのを嫌がっていた少女が、今やこの俺にすら想像もつかない大スターになりつつあるんだ。感動のお邪魔するようで申し訳ないけど、マミが来ないことにはね。うん、来ました、マミちゃん到着。すぐスタンバイだ、ディレクターに連絡しよう。はい。じゃあ私もゲストとして頑張らせてもらうわ。待ってください、今日は私一人に歌わせてほしいんです。なんでって。マミ、時だけじゃない。いつも優がいないのはなぜだ。お茶。いらん。かっこ悪い。めぐみの電話かつなぐんだ。それはなんとかなると思います。なるわけないだろうが。そろそろ始めるぞ。なんでディレクター。なんだい、何があったんだい。いいわ、好きなようにやってごらんなさい。めぐみ。本物のスターはわがままなものよ。そのわがままにいちいちビビったら、あなたも大物にはなれないわ。ああ、そんな理屈があるか。ああ、私は観客に回るわ。な、何？がっかりさせないでね。どうも。あ、あんた、これ俺が焼いたやつなんだ、食ってくんねえか。へえ、すっかりお好み焼き屋の主人ってわけか。
まあな。でもよ、ここだけの話、本当はお宅の娘なんだろ。しつこいね、あんたも。できねえのかな、船をさ。ピノピノを来るの遅らすってことさ。無理よ。最後まできちっと歌わせてやりてえじゃねえか。こらー、ピノピノ聞こえたらしばらく遠慮しろ。来るな。スタートの最中に呼び出しなんて、それに呼んでも聞こえやしないよ。ああ、また来てきた。ひどくなるぞ。
上振りがひどくなったらやっとれんぞ。よしか。ニコお茶の間ショッピング。昨日僕ん家にミシンが届きました。みんなが待ってた小型電動ミシンデラックス。おばあちゃんはね、軽いので持ち運びが簡単だと言っています。ママはスムーズスムーズとニコニコしています。お姉ちゃんは厚いジーンズもラックラクっとご機嫌です。パパは初めてでも番号で縫い方が分かって、うん、とっても便利だなぁ、だって。電池でも動くなんてすごいや。今度ミオちゃんちのママにも教えてあげようっと。うちの家族はミシン一家です。ニコがお送りする小型電動ミシンデラックス、お値段は月々1800円です。お申し込みのお電話は今すぐ。東京03-671-2500。残すところあと1曲だし、なんとか言い訳もできるだろう。生放送じゃなくてよかったよ。やむを得ない。この曲が終わったら中止に。あー、いいんだ。あなたたち一体何を見てるの？何って、雨が。バカ、よくご覧なさい。誰も帰ろうとしてないじゃん。そうですよ、中止する理由は何もないですよ。君は言うまでか。じゃあ最後の曲に。光る。